いしょ。こんばんは、店長です。実は店長は店員のみんなが帰った後にこっそりここでいつも朗読の練習をしてるんですけど、今日はぜひ一緒に付き合ってください。やっぱり失敗するところを後輩たちに見せられないので、一人になってからいつも練習をするんです。それでは聞いてください。重い扉。待ち合わせたビストロの木製の大きな扉が重く、力を込めて開けようとしたとき、リカは自分の腕が細くてシワだらけなことに気づいた。華奢な銀の腕時計、大きな色石のはまった指輪、どちらにもまるで見覚えがない。驚きのあまり、リカは腕を引っ込めて扉から離れ、自分の体を見下ろした。黒いコートの下にブルーのワンピースを着ているらしい。細くゴツゴツした足は白っぽいストッキングに包まれて、いかにも老人が履くような灰色のフラットシューズに先がすっぽり収まっている。嘘でしょ、呆然と立ちすくんだ。女友達との夕食のために今夜着てきたのはいつものジーンズだったはずだ。リカは今32歳で独身、恋人はいないが仕事をバリバリこなし、毎日が充実している。それなのに何？なぜ私老女みたいな格好？リカ、後ろから名前を呼ばれ、振り向くと祖父くらいの年齢の男の人が立っていた。白髪、痩せ型、頬に入る縦じわ、見覚えがあると思った。でも誰だっただろう。今着いたところ？ちょうどよかった。男の人は言い、重い扉を開けてくれた。店の中に女友達の姿はなかった。案内されたテーブルにその男の人と一緒に座ることはなぜだかひどく自然だった。コウたちはまだなのかな。男の人が言った時、コウというのが自分たちの息子で、妻と子供を連れて食事に来るところなのだとすんなり理解できた。のみならず、あの子いつも遅れてくるんだから。気がつくとそう言っていた。驚愕とともに思う。そうなの？私の息子いつも遅れてくるの？32歳のリカには想像もつかない。っていうか、私孫までいるの？一体いつの間に。何もかも信じられない。自分が芝居をしているような気がした。上手に年を重ねたきちんとした女の人の芝居を。でもそれは全然嫌な感じではなかった。むしろなんだか懐かしく穏やかな気持ちだった。ウェイターにメニューを差し出され、リカは膝に置いていたハンドバッグから慣れた仕草で老眼鏡を取り出してかける。そして驚く。そうなの？私老眼鏡をかけるの？その時それが目に入った。ハンドバッグの中、ハンカチやらティッシュやら手帳やら、他にもよくわからないものがごたごたといろいろ入っている。その隙間に見慣れたパッケージの半分ほど減った板チョコが一枚押し込まれている。リカは思わず微笑んだ。私相変わらずこれが好きなんだわ。その板チョコは仲間のように思えた。古い友達のように。リカ、声がして振り向くと女友達が立っていた。リカはまだ店の前にいて、いつものジーンズ姿だ。びっくりした。リカはいい。重い扉を自分の手で押し開く。はい、店長ちょっとミスをしてしまいましたが、まあ、あと10回ぐらい読み直してから今日は帰ろうかな。こうやって店員がいない時に練習をいつもここでやってるので、またこっそりと練習付き合ってね。じゃあまたもう一回練習に戻ろう。